バレンタインにぴったり簡単チョコレートレシピ。天かすで甘じょっぱいチョコクランチを作ります。用意する材料は天かす、ビターチョコレートです。ビターチョコレート 150g、 天かす 60g を用意します。まずチョコレートを電子レンジ2分で加熱します。よくかき混ぜてチョコレートを溶かします。チョコレートが溶けないようなときは10秒ずつもう一度電子レンジで加熱してください。天かすを加えます。トレイにクッキングシートを敷いています。スプーンを使って丸く成形し、クッキングシートの上に並べます。冷蔵庫で冷やしていきます。いただきます。いただきます。これ色がなんかちょっとなんか軽減しそうな色ね。ちょっと今回ブラックチョコレートで作ったので。美味しい、うん、なんかドーナツみたいこれ、うん、ミスドのあのオールドファッションに味が似てる、うん、あーオールドファ…え、これ何？天かす？天かす、天かすとビターチョコレート混ぜただけです。意外と美味しい。なんだろうこの天かすのコク？天かすこれ。天かすのコクがなんかめっちゃ美味しいんですけど。ドーナツみたい。そうそう。なんか見た目はあれやけど。よかったんじゃない？美味しいこれ。ね、でもまあこの形だと誰でも簡単にできるから。これめっちゃ簡単ですよね。簡単だし。でも手が汚れるねこれ。食べるときに。まあまあ。まあまあ。でも意外。すごく美味しい、うん、この動画が役に立ちましたらグッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。